ジョーンズボロは、アメリカ合衆国アーカンソー州の北東部、クレイヘッド軍の都市であり、同軍の2つある群庁所在地の1つである。2010年国勢調査で、の人口は67,263人だった。ジョーンズボロは、学術都市であり、アーカンソー州では、人口で5番目、州北東部では、最大の都市である。ジョーンズボロ都市圏の主要市でもある。 2010年の都市圏人口は12万1026人、ジョーンズボロとパラグールドを合わせた都市圏では16万1135人と推計されている。ジョーンズボロにはアーカンソー州立大学があり、製造業、農業、医療、教育及び公益において地域の中心である。ジョーンズボロ地域に最初に住んだのはお政治族、カド族及び クワポー族などのインディアンだった。アーカンソーという地名はクワポー族の言葉から来ている。アメリカ人開拓者がこの地域に進出してきて、探検、狩り及びインディアン部族との交易を始めた。高級的な開拓地ができたのは1815年の直後だった。1859年、近くのグリーン軍、ミシシッピ軍及びポインセット軍から土地が分割されて、 クレーグヘッド軍が形成された。ジョーンズ・ボロが当初の軍庁所在地であり、後にレークシティが第二の軍庁所在地に指定された。当時の人口は150人だった。ジョーンズ・ボロという名前はクレーグヘッド軍創設にあたって衆議会で議案を指示した衆上院議員ウィリアム・ A イ・ジョーンズにちなむものだった。当初はジョーンズベと綴られており、後に語尾が削られて、 現在の綴りになった。1800年代後半、ジョーンズボロは裁判制度と中心外インフラの開発に努めた。軍庁所在地に指名されたすぐ後に市内の最高点が選択されて裁判所の建設計画が立てられた。しかし住人が鹿量を諦めたくなかったので、この計画は数年の遅れを見た。最初の裁判所が観光したが、 1876年の火災で焼け落ちた。この場所の道路向かいの店舗を賃貸して裁判所に使っていたが、これも1876年の火事で焼けた。同じ場所に新しい裁判所を作ったが、これも1878年の火事で焼けた。この時の火災は中心街の大半も焼き尽くした。その後間もなく新たな裁判所が建設され、これが 現在も残っている。ジョーンズボロに初めて敷かれた鉄道は、コットンベルト鉄道だった。この鉄道線は、市中心部のすぐ北にあり、最初に運行された列車は立ち往生したために、物資を町に運び込む必要があった。その後、セントルイス・サンフランシスコ鉄道、バーリントン・ノーザン鉄道及びミズーリ・パシフィック鉄道などが敷かれた。 これら鉄道会社のいくつかは今日も残っている線路を所有し使っている。1900年前後に多くの機関が設置された。1899年にはジョーンズボロ教育学区が創設された。1900年オリベタン・ベネディクティン・シスターズによってセントバーナード地域医療センターが建設された。1900年に最初の百貨店である ザグランドリーダーデパートメントストアが開店した。1904年にはウッドランドカレッジが開校し、教育学区内には2つの学校が建設された。1909年にはアーカンソー州立大学が開校した。この年、初の馬がない車を見ることができた。市内にある2つの古い教会は1910年代に建設された。 ファーストバプテスト教会は1911年、ファーストメソジスト教会が1916年の建設だった。1931年9月10日、ファーストバプテスト教会牧師のジョー・ジェファーズとダウエイチ・ハードの追随者同士が衝突した教会戦争を沈めるために、ハーベイ・パーネル州知事がアーカンソー州兵隊の動員を承認した。ジェファーズの追随者たちは、市長や、 警察署長も攻撃し、ニューヨークタイムズの一面を飾る記事になった。1998年3月24日、クレイグヘッド軍の未編入地で、ウェストサイド中学校乱射事件が起こった。11歳と13歳の少年2人が中学生に向かって銃を発射し、学校近くの森に隠れた。生徒4人と教師1人が殺され、10人が負傷した。 2007年から2008年の学校年に、ジョーンズボロ公立教育学区の小学校がマグネットスクールになった。2020年3月28日、ジョーンズボロ市街地を竜巻が直撃、住宅や商業施設の建物が倒壊するなどして22人が負傷。空港でも飛行機が一機横転して格納庫が破損する被害が出た。ジョーンズボロは、 北緯35度49分41秒整形90度41分39秒、北緯35.82806度整形90.69417度、35.82806-90.69417に位置アーカンソー州北東部のクローリーオネの上にある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は80.0平方マイル。 このうち陸地は79.6平方マイル、水域は0.4平方マイルで、水域率は0.45%である。ジョーンズボロは温暖湿潤気候に属する。クレーグヘッド森林公園のカナダ岸以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ジョーンズボロ市民空港からテネシー州メンフィスまでシーボート航空の定期便が運航されている。 アーカンソー州立大学主キャンパスのディーン・ビーエリスト所管、ジョーンズ・ボロの教育は次の教育学区が管轄している。ジョーンズ・ベロ、イズ・サーブド・バイ・ザ・フォローイング・スクール・ディストリクツ、アーカンソー州立大学のレッド・ウルブスが本拠地にする ASU ・スタジアム2006年にオープンしたザ・モール・アット・タートル・クリークは、アーカンソー州北東部では最大のショッピングセンターである。 このモールの開店前は、インディアンモールが主要なショッピング場所だった。ありがとうございます。